やばい、髪がボサボサでやばいぞ。これ楽しかったです。目が痛い。やっほーい。お連れのこんばんはーい、こんばんはーい。目がかゆいだ。アレルギーかな。ね、なんか目がかゆくて痛い。かゆいんかな。ちょっと前髪今日やばかった。今日なんかめちゃくちゃ暑くて、思ったより公演中アンコール明け、あ、心拍数あったからかな。めっちゃ暑くて、なんかお見送りの前に一回裏に戻って鏡見たら前髪がやばいことになってて、嘘やんと思って、マジかって思いました。こんばんは、かわいい、知ってるよね。えほら、なんか前髪おかしい人やん、普通にやばい。もう汗でさ、巻きもケープも取れて、ほんまにやばい。ハッピーハロウィーン。ちょ、前髪がキモすぎて嫌や、普通に。今びっくりした、なんか画面見て、え、やば、前髪、え、やばくない、普通に。何この前髪、え、やばやばやば、広げよう。あ、ちょっと広げたらましになったかも。え、ちょっと待って。てかマジでさ、今日のさ、お見送り前のあの全部公演が終わっての時、ほんまにやばくて、前髪がもう汗でびしょびしょになってた。これもう無理ですね、前髪戻りませんわ。ちょっと無理でした。黄色、前髪ちょっと長いですね。おつ、おつれな、今日も描いちゃったでしょ。ご飯を食べて寝てね。変わらん、いつもと。右目がかゆい、お疲れ様でした、ありがとう。タオルいっとく。俺の前髪も良かったんじゃない。ちょ、レナより虫やった、多分。今のレナがやばすぎて、やばない、普通に、普通にちょっとやばいですね、前髪。分けてたからもう分けとくか、今日。バイト前髪。そうやねんな、足目みたいな感じじゃない、でもなんか両方さ、こう巻きとこう巻き、なんか前内側にあの偏ってる。ほらこいつが悪いん、多分な、そろこうしてんじゃん。ちょ、ごめんな、前髪ばっかり。でもさ、ほんまにもう前髪がやばすぎて、なんか話入ってこへん、話できひん、やばすぎて前髪が。もう画面見んとこ。ちょ、ムカつく、なに。こんぐらいでいっか、もうちょっと適当に、適当とか言って一緒さと。ハロー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 。美味しいよね、油そば、初めて食べたんですよ。
かったね前髪。ちょっとレナの前髪今日はダメだわ。おでこ。ティクト見てないなまだ。マジで嫌やあれ。ちょ、TikTok よりさ、普通にもう毎日公演でさ、心拍数頑張ってるからさ、ちょっとそっち拡散してくださいって感じなんですけど。まあ、あの、みんな見てくださいね。なんか TikTok、まだレナ見てないけど。絶対おもろいと思うから。なんか多分レナも踊りながらニヤニヤしてる。そう、踊った記憶があるから。ちょっとコメントに、なんか、後で見に行きます。TikTok のコメント欄。絶対可愛いもないしさ、うまいもないしさ、うまいとか絶対ないと思うねん。絶対ないと思うねんな。一応さ、なんか劇場でちゃんと披露してるんですけど、でも幕張だからもう披露した後だっけあれ多分。え違うか。一回披露してるよね。だからさ、一回披露して、劇場でね、あの後に撮ったっていう、あれで、見て、あの動画を。そしたらもうおもろいしか出てこんから。この人一回劇場でやってるよねっていうコメント、あ間違ったコメントじゃない、そういうあの頭で見てください。一回そしたらもうマジウケるから、あれ。心拍数は良きでしょ。間違った。面白いコメントあったん。ねえ、何何？ちょ気になる。当てみよう絶対。コメントのセンス問われる。コメントして。おもろいコメントしといて。下手ですねとかやめてな。普通に。下手ですねやめてな。絶対ミヤビームの方がうまいもん。ガレナはなんか劇場でやってなくて、なんかミヤビームはもうなんか絶対劇場で披露してるよねってぐらい。の違いがある。桜米あり。うまっ、めっちゃすごいやん、めっちゃ踊れてるセンターとかいうコメント待ってますね。前髪キモすぎて無理。なんなんこの前髪、玉ねぎみたいな前髪してんねんけど。無理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 。なんでちょ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 、わかる？こうこっちに巻いたんですよ今日。ちょっとだけね。けどもう汗でこっちこうなってる。こっちにちょピンないかな。あった。ポテト。ポテトのピンがありました。いいやん。ポテ。ポテピン。ポテピン。ポテピンよき。おもろいコメントしてね。マイクな。マジでおもろない。マイクついてもおもろない。まだ見てないんだけど思い出した。マイクつけてやったって言ったしな。あれな、そう最初は両手でやってたんですけど、両手とかなんかできひんからさ、ブサイクになるかなと思って、なんか一応マイクありで やってみますってマネージャーさんに言ったけど。マジでさ、カーディガン着てないっすね。え、ポテピンかわいない。これこれファンの人にもらったんですけど、これマジでほんまにもう そのままそのままっていうか、マジポテト。マジポテトです。これ本当にポテト。匂い嗅いだもん。食べるやつ食べへんやつどっちと思って。え、めっちゃリアルやろ。そうもらったの。誰がくれたんやろ。これも匿名なんですよ多分。普段結構使ってるピン、ピン系めっちゃ使うから普段。だって休みの日とか家にいる時は
もう大体ピンしてる。だってお風呂上がりも髪の毛乾かして絶対ピンで留めるし、朝もピンで留めたままいますね、オフの日は。え、マジ匂い嗅いだ。そしたらなんか全然違かったけど全然ポテトは匂わなかったか。そう、ケチャップ、ケチャップか。えー、トンビに食べられる。えー、待って、試したい。それ試したいな。試したい。あの江ノ島とか行って頭食べられそうやな。でもこれだけうまく取っていきそう、鳥の人たちは。だってさ、こうやって食べてても、こうやって食べてたとしても、これだけフュッてさ、かっさらっていくやんか。だからもうアレルギーで右目がめっちゃ痒すぎて、もう絶対腫れてる今。ここら辺とかも痒いんですけど。え、TikTok ループさせたもおもろすぎ、あれを、あの動画笑えてきそう ねえ、カラスやばいじゃん、やばじゃん。ケガじゃいよー、ポテだからね、ポテレナだからいいよ。なんかホットケーキとかもあったんですよ、一回なんか配信で見したよな。なんかいっぱいいっぱいっていうか、なんかいろんなやつ送ってくれて可愛かった。えー、無理、ニキビ、ニキビパッチがなかったのでヤンキーウェーイ、ポテト頭につけたハトね、ハトポッポね。じゃあ最近使わなくなったメイクを、メイク商品を紹介したいと思います。まずはこれですね、マツエクに書いたので、マスカラはもう全くやってないです。これもまつげ系ですね、これもまつげ美容液なんですけど、はい、これもマスカラですね。花なんとお揃いになったばっかりなんですけど、もう使ってないです。いる人、めっちゃ綺麗ですよ、マジ全然使ってない。ほら、なんか塗りやすそうじゃん。はい、あとはこれかな、レオナさんにタンプレでもらったあのピンクのラメの方が可愛くて使ってないですけど、これも可愛い。爪でえぐっちゃった一回。あとはファンデーションを変えたのでこれ変えましたけど、こっちの方がレナ的にはいいので、次のやつを使い終わったらこっちに戻します。まつげ系か、今使ってないの。あとはこれ、これスプレー見て、ほんのちょっと、これやばない、これめっちゃちょっとめっちゃちょっとのやつあります。なんか捨てようと思ったけど、なんかあと1回分ぐらいのやつは使えるかと思って置いてる。ティッシュ、これは三宮でもらいました三宮でもらった、カバンに入れてそのまま持って帰ってきちゃいましたね。これマジ捨てた方がいいと思う、今日地味に入ってんねん、ほら地味に入ってるんですよね。そうだよ、お揃いなんですよ、これお花と。使ってないねんな、全然もったいないな。この間松井くん行ったら短いやつに変えられちゃって、知らんうちに。だから短くなったまつげが、
まつげ育成して、これ美容液マジ良き。マジ良き。そうマジで多分あと1回分ぐらいでも多分結構使えると思う。なんかミストやんかスプレーって、だから結構使えるんですよ多分。この量買ってくれるもん。何円ぐらい？ 0.2 円ぐらい、 0.1 円とか。ただやんこの。TikTok 見とこう後で。そう、えマジさ、なんか物大事にするっていうか、なんか大事にせんでいいものですら大事にしちゃう。あのコンビニでもらうあのお手拭きとかもなんか使わへんのに全部なんか貯めていっちゃう。なんかお母さんに怒られます。そうポテピン可愛いでしょ、ポテト。920円。案外高いな。案外買ってくれるんや、そんな高く。あいいじゃん、もうこれ癖ついたくない？ついたと思った。マジおもろいコメントあるん？もう無理、絶対早く見たいねんけど。てか返信したくなるわそういうの。しといてコメント。おひさん、そうで可愛いって捨ててまわねんな。そうそうそう、マジでそう、可愛いって捨てちゃう。マジでそうなんですよ。2日はなんだっけ、制服だっけ。制服の目だよね。ん、時間がないか。え待って待って、レナって1日ってなんかあったっけ。11月1日、誰かレナの予定。11月の1日、2日が制服の目でしょ、6も制服の目でしょ。うん、公演だ1日。今日が28だっけ。はい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 、公演ね。で2日が制服の目でしょ。345は何もないのか。 OK。 リーリーです、リー。えってかさ、なんか生誕のやつ今日やらなダメなんだね。チェキとかやるんですけど、どんなんがいい？みんな、なんかさ、なんかメイドカフェとかでさ、メイド喫茶的なやつでさ、なんかあるやん、可愛くデコってるやつ。なんか調べたらデコ出てきてんな、あのペンで書いてるやつ。なんかレナはなんかいっぱいシールとか貼っとけばいいかとか思ってたねんけどさ、やっぱりさ、なんか調べたらさ、なんかああいう感じで出てきて、なんか塗りつぶしたり、なんかどういうのがいいんやろって思って、なんかどうしよう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 、分からへん。いつも出てないんですよ。今日の夜やります。なんかさ分からんくて。そうレナシールだと思ってたんよね。そしたらなんか書いてたから書くんやって思ったんやけど、シールはあかんですか、ダメだよね。シールダメですかね。やっぱシールって普通じゃないんや。調べたらさ、なんかシールとか全く出てこへんくて、全部絵で描いてるやつで、レナマジです、そういう絵心なさすぎてやばい、どうしようと思ってデコチキにしてもたみたいな。なんかデコやからさ、なんかシールとかいっぱい貼っとけばいいかなみたいな思ってたら、なんか優しいみんな。えだからさ、思ってたらさ、なんか TikTok で見たらさ、めっちゃもうペンでデコるやつしかデコチキってなくて、え？マジ？と思って。どうしよう。
とりあえずなんかあのレナマジでそういうセンスなさすぎてさ、ほんまにそういうなんかケースとかにさ入れられた方がいいってことやんな。ケースとか入るかな、シールとかさなんかいっぱいつけたらチェキにいっぱいなんかつけたらさ、でもどうなんやろ、なんか入れたいとかあるんかな、わからん。みんなさチェキとかってもらったらさ普通はさどういう感じ、なんかなんか紙に入れる、もしかしてなんか紙っていうかさなんかなんかに、なんかレナ的には入れられへんぐらいデコボコのチェキにしてあげようってさ勝手に思ってたんやけどさ、どう、ダメそれはそれはダメかな。ボッコボコにしていいなんか今めっちゃ怖かったけどボコボコにしていいですか、デコチェキ。いいかな、分からんけど。じゃあ来年の生誕くじはデコチェキちょっと一旦抜けてなんやろな、なんやろ、来年何にしよっかな。もう来年のこと考えてるけど、ボコボコのチェキにしますまあちょっと今日の夜になんかお風呂上がりに頑張ってなんか考えてやりますねうん、今までいなかった、本当に、嘘嘘、写真も撮ってくれるってこと、やめた時見返す、へえ、引き出しならまあ別にね大丈夫だよね、少しぐらいボコボコしてても。ベタベタしちゃっていいかな。やばい、目がかゆいよ。今日は家出る前に薬をちゃんと飲んでから来たんですが、ちょっと切れてきましたね、さすがに。さすがに効果が。やばい、レナ来月おばさん、楽しみ。絶対さ赤ちゃん生まれたらさもうずっと兵庫帰ってまいそう、まあ、大学があるから帰らないといけないんですけどね膨らむ以上にちょっとやりますね匂いやめてこっちほぼ帰ってこんくなりそう、眠い。こっちこう見たらねいいんですけど、顔こっちにやったらもう、ああでもあ結構いいんじゃん、ポテピンのおかげで。エレナはなんか出産祝いであげるものを考えてたんですね。なんだったっけな、あ、おしゃぶり、まあ、おしゃぶりはそんなすぐ使わへんけど 2,3 ヶ月ぐらいか、おしゃぶりにしようと思って、まだ買ってないって言ってたので楽しみ。でもなんかいろんなもん買っちゃいそうだけど買いません厳しくいかないとね、人に厳しく、赤さんに厳しく、自分に甘くしないと。赤さんにはねもうこれからの人生は厳しく いかないとダメですよね。うまく世間を渡ってほしいので赤さんには厳しく言います。人生の始まりは厳しくね教えてあげないとねはいネギ嫌いです、すみません、ネギはバターだけど赤さんに厳しくいきます人生はね、人生の厳しさというものを教えてあげないといけないと思うんでね、おしゃぶりぐらいで我慢してくる
目がかゆい。こんばんはーい。こんばんはーい。私のスネを守ります。自分のスネは自分で守る。最低最低ですね。それ厳しくしないと。でもあのちゃんとあのお腹越しに叫んできました。ハロー、早く来てね、起きて、何してるのって叫んだら動いてました。お腹だから動いたなんかうるさいなーとか思ってたらおもろいよな。お腹の中で気持ちいいよー。正直小学校から言ったわ前。でもこれ結構ガチやと思うねんな。あれな、正直人生は小学生からじゃない、もう覚えてない、覚えてないっていうか、なんか正味小学生じゃないけどな。俺に優しくじゃないです、俺には厳しく生かさせてもらいます。マジ目かゆい。こんばんは。そう、あのメガホン持ってる人ね結構少ないらしいですよね。あれなんかグッズでめっちゃ昔に売ってたみたいな、今買えへんからな。うっせーって思われてるかな。着れないんやったら家事券持ってもらえますか。死んだ。逆でしょ普通。だからなんかあの普通はさ、なんか知り合いとか先輩後輩とか言ったらなんか、ああそこのお客さんも一緒に払いますじゃなくて、なんかあの、ああそこの人が払ってくれるのでこれお願いしますって帰るわ。あの人が払ってくれるので。ハローって言ってあげました。いっぱい喋ってあげた。いっぱい喋りました、腹に向かって。でも案外制服の目で持ってる人おるけど、案外って言ってもほんまに少ないよな、メガホンとか持ってる人。けどなんか持ってるけどどっか行ったとか、昔すぎてみたいな。へえと思って、なんか制服の目やってる期間はさ、なんかあったらいいのにな、みんなで楽しそうじゃない、あれ使ったら。10年前、やばいな、やばーやん。ほらやっぱ案外持ってるんかみんな。あー持ってるんだみんな、へえすごいな。すご、持ってるんだ。メガホン持ってるか君が可愛かったって。みんな持ってるけどさメガホンは。おもろ、今日の声見てたらひねりちゃんだった。マジありがとう、嬉しい。何どこが良かったですか。褒められてるのになんか冷ててごめん。何が良かったですかね。ケープいっぱいかけたのにさ、汗で全然パキパキにならずになんか済んだ。つけどこポテ見えないけど、明日の予定がない。何しよう。ででガリってなっちゃった。やばい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 、この引っかかりは普通に変えるか。見るみんなレナのこのダマやばない、
これもういっつもこんなんなんねん、髪の毛引っかかるんですけど、やばくないですかこれ。嫌じゃねこんなアイドル。マジでさ、一生これができるねんな、ダマが。もういつも髪の毛乾かしながら途中で髪の毛乾かすやつ止めて、ドライヤー止めて、もうこうやって、あー、またダマできたっつってほぐしてやってんねん。なんでやろ、細いんかな髪の毛。いてて、明日何しよっかなー明日ね、とりあえず寝て、とりあえず寝るよね。え、さつきちんメガホン、え、普通に渡してるねんけどどこ、普通に入って渡すところ、トントンってするからかな、チョンチョンって。さつきちと、確かに確かに、メガホンね、出してくれるよな、みんな。とりあえず寝て、とりあえず寝てね、課題な、マジでそれな、課題やらなあかんけど、もうちょっと大学行った忘れるわあれな宣言、いやーけど大学卒業しないスキー卒業できんっていう話を前にしたじゃないですか、大学卒業で一旦考えるみたいな、こっちも。だからちょっと考えることすらできひんから、大学を頑張らないと。このままやったらマジ10年ぐらいかかるやん、10年ねってな感じじゃないですかマジでやばいからほんとにやばいので一旦忘れてもう多分明日この時間ぐらいまで寝とうと思う。だって今日チェキするから、そうなったらねあれじゃないですかね。明日雨なんだ。え、でも買い物行きたいな。とりあえずね、マキコさんに LINE するわ明日とりあえずな、起きたらな。8年生や、8年生いやだって大学一旦忘れたらさ、マジこっちがもう永遠活動するってことになるから、ちゃんとね並行しないと。なんだがこの度は一旦忘れていただく忘れさせていただきたいと思います。ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございますでもほんまにやばいね。だってさ、スクーリングとか申し込まなあかんけど、まず申し込みすらしてない。申し込むわマジで、これほんまにちゃんとやらなあかんな。頑張ります。え、マジでだって1年生じゃん、10、え、待って、でももう来月ぐらいから始まるんかスクーリング。え、そんなことないか、冬休みっていつだ大学生って、その時期にスクーリング、まあ頑張りますよ。とりあえず大学行きますよ。大学は、まあ、申し込んだら行かなあかんから。で、来月は多分、行けそう、大学、ワンチャン。行けるから、行けるわ、多分。頑張ります。はい。はい。え？ずっと雨なん？マジ？手紙の便箋とかも買いに行ってなくて、ほんまにやばい。何もさ、なんか進んでなくて。ちょっとほんまにやばいかも。ね、チキね。20時間明日どんぐらい寝よっかな。けどあんまり寝られへん気がするとか言ってめっちゃ寝るんよな、そういうの。そういうこと言ってるだけで。1日放送かな、今回の2じゃないよ確か。マジ10ゼロ、もうこっち10すぎて、あっちほんまのゼロ。
91とかもでもない、ほんまにゼロ、あっちが大学がほんまにやばい、ほんまにやばいです。もうだって1年生入ってくる普通の大学やったらもうすぐ、そうやね、申し込みがないつまでか分からへんねんな、ほんまに。これで学食なかったら普通になれる、11月に大学行って。え、そうそうそう、もうほんまにやばい。え、でも大学に行ってみたいっていう気持ちはあるねんな、なんか友達できそうかなみたいな。まあでも友達してもさ会わへんやん絶対、兵庫の友達とかでも。頑張ってほしくなくなった。確かにな、確かに。けどもう今頑張ってももう無理やから、もう4年は絶対超えるから 100%。 もうこのままで一旦未来を想定してみるとするじゃん。そうしたら諦めず、まあ8年ぐらい経って卒業するか。でも資格欲しいからさ、卒業単位だけ取ったとしても資格がなかったら意味ないやん。だから資格を、まあ8年、一旦8年で、じゃあじゃあ一旦8年で資格を取ったバージョンで未来を考えてみるとして、そうなったらこっちの活動が8年でしょ。8年何歳、あ、27か、多分おらんな。まあ8年で卒業するとしたら順調にいってるから、大学8年で順調なんて思うかもしれんけど、どうなんやろ。え、でもなんかわかんねえ、未来わかんなすぎて、すごえ、未来すごわかんなくて、わかんなくて未来すごい。そう、多分研究生の今だから案外大学に通えないだけで、だって全部だって公演とかにかぶってるから。え、そう、実習とかも行かなくて単位取れへんやんか、やっぱり。だからワンチャン半分ぐらい資格取っての可能性もあるよね。だってさ、半分で4年でしょ、4年半分でさ、4年で半分ぐらいの単位取ったらいいぐらいじゃない、4年活動してってなったらいいぐらいじゃないですか。であと 2,3 年集中して大学行ったら資格取れるよね、実習も行けるしっていう計画で行こっかな。じゃあまあそんな計画はきっとズタボロになるでしょうけど。同期は友達とは違うものなの。え、わからん。なんかレナってあんまりさ、なんか友達とかおらないタイプなので、なんか友達とかパッパって作る人はすごいなって思います。別に同期が嫌いとかじゃないんですけど、なんかまあ何やろな、分からないですね。私は人の心があんまりなさげな人間なので。はい。27結婚した夢見たん、死んだ。だってさ、このまま行ったらさ大学生やで、まだ27。うわ、きついな、27大学生。まあ通信やから、通信ですから、はい、言い訳、通信なので。普通のさ本科生で8年はもうやばいやん。いや、やばいやんとか言ったらなんかあれやけど、通信はね、それ大学も通うさ時に決まってるから、そうなので、はい、言い訳パーティーやん今。言い訳パーティーじゃないですか。私がまだ卒業を考えちゃう時期、そうなんかな。20歳とかだって来年やで。だって1年後さ、ちょうど、まあほぼちょうど1年後20なわけじゃないですか。まあ成人式もちょっとやなとかいう時期やろ。どうなんやろな、来年の今頃考えるかな卒業とか。分からんな。でも周りのさあれとか変化とかもありますしね、わかんないですよね、それに関しては。そう、自分に甘いので。ねえ、
1年前の今日初めてさみんなと会ったらしい。まあそれはあのトーク会、握手は確かなかったんやんな。トークね、トークトークトーク会ね、楽しかったな。なんかめっちゃこんな人おるんやみたいな思ってたな。成人式ね、楽しみ。それも地元に帰られへん気がすんねんなーと思う。なんかさ田舎のさあの成人式ってさ、なんか成人の日に成人式するみたいな、わからんけど大体そうなんかな。けどなんか成人式は成人の日じゃない時にする地域もなんかあるらしくて、それ聞いた時にえそんなことあるんだって思ったんですが、皆さんの地域はどうですか？ね、えもう1年ってマジで早くない？普通に痩せてなくてやば、そこ1年、やばいな普通に。でもまだ高校生やったんか、通ってたわけですよね、まだ兵庫から。懐かしい。えだってさもうちょっとでさ、えやばない普通に。それってそれって結構やばいことじゃない？え普通にやばいことだよねそれって。マジ？こっそりの人と、まあ、1年前からいた人と1年前とか全然出会ってなかった人とかおるのがちょっと面白いですよね。えおもろくないそれ。うわ覚えてるわ柿本さん。あとなんか名前知らんとかいう人も全然いて、それもおもろってなった。名古屋駅毎日走ってましたね。確かに。てかあの頃とか毎日さショールームやってなかったもんな、多分全然やってなかったと思う。ショールームとか多分毎日配信始めてなかったよな、まだ。中学の時好きだった子にたまには電話してって言われて速攻した。素敵。いいですね。今はどうですか？興味津々。そうおもろいよな。なんかさレナもさ1年前はこういう風にこんなんしとったなとか思ってたけどさ、なんかみんなもさ1年前考えたらまだレナと出会ってないとかさ、1年前からレナの配信見てたとかさ、1年前にちょうど出会ったとか、なんかそれがおもろくない？結構なんかおもろい感じ。やばもう1年やばいな普通に。みんなありがとう。ね、たくさんあったねこの1年。始めかけてた？あー確かに、ヨアニャンとめっちゃ間違えられてたわ。全然最近でも全然間違ってるやつとか投稿見ますけどね。間違ってるやつって人じゃないですよ、間違ってる投稿ってことで。間違ってるやつって。うん、まあ確かにね、テストだったわね。レナも思った、なんか毎日配信ってなんやろうみたいな思ってた。12期生の話してた、マジ？どんな？ね、誰って感じ？一目惚れおもろい。じゃなきゃ何もこの配信見てるのか謎。いつ謎解けるんですかその謎って。やめて悲しいよ。成人式自転車もうおもろいけどめっちゃ。自転車で行くのがおもろいな。ねえそうなんや、そのことは別の人生なんですね。寝るわ、おやすみ。うん、I love you、 ありがとう。
ねえ、やばいな。何の音？雨？雨降ってるんかな。ドスコイ目当てだったんだ。こっちゃんも可愛いけど。ドスコイ目当てでカキレナに行く人おる？顔もちっちゃいしさ、スタイルもいいし、あんな可愛い子目指して行ってなんでカキレナなんですか？さすがにそれは多分みんな同じ考えやと思うけど。カキレナちゃんが気になって、なんか、あ、やっぱ気になってた通りだったなとかやったらまだわかるやん。けど、どすこい気になってカキレナ行く？ちゃんは結構、ね、レベル高いですよ。かわいいし。3月11日の制服の目。マジ？でも制服の目やなっていうのを覚えてる。わあ、いいね。うん、エアコンじゃない。ん？何の音？わからぬ。キレの目当てじゃねえだろ。おもろ。マジ？キメさん昨日配信してたんだ。マジで？キメさん仲良しですよ。私。キレのも可愛かったんかな。服が限れないやったな。ガチで？ガチ？それで限れないな、おもろ。選ばれる要素ないと思うねんけど。制服の目でさ、見つけてくれた人おるのも嬉しいですね。コミント話しか言ってない。そうなん？マジ？でも案外さ、そう思ったらさ、なんかまあ、たまになんか制服の目でレナちゃんいいと思いましたとかで来るけど、なんか1年前は案外レナのこと気になってない人が多いですね。案外カキレナの眼中にいない人が多いです。マジで？そうなんや。一緒にいいか思ってた。よかった。喋るだけでトークはそんなに面白くない？だる。おもろいから、おもろいから。キキレナかわいい、ありがとう。なんでカキレナ何々なの？何々なんだろうね。ね、カキピー呼びおもろくない？なんかコールカキピーにすればとか言われてて死んだ。なんかで知らんかった。いや面白くないわ、だるいでしょ。当たってねえわ。おもろいだろ。12期自体に注目者、まあまあその人もそういう人もおるよな。12期生、ま、誰も分かんないっていう人も今でもおるもん。今でも12期生誰も分かんないけど、ちょっと興味持ってみんなのトーク行ってるんだよねみたいな。へえって思います。ありがたいですね、そういう人も。ガハハハマってる。毎日見てこそやん。かなりこっそりなんや。コールかキピーでどうぞ。何でもいいです。
んか嫌やけどな、コールカキピーはなんかちょっと嫌やけどな。うんうん、あ、確かにショールームはオーディションがあったので、そうなんですよね。そう、見てた人もいると思う、その加入してからの毎日配信とかじゃなくてオーディション配信、ショールームのいるよね、そら。カキピーがちょっとかわいいよ。確かに合格キスね、みんな髪長いし見分けつかんかった。よかった、いっぱい知ってくれて、チューニキーのみんなを。ピッティルタンDD、 チューニキ DD 的なだった。一番おいしいよ、やばい、おいしいけど。2時間見てたね。見てましたね。コールは3文字がいい、3文字が言いやすい。確かに、ああね、何々ちゃんとかも2文字か、レナちゃんが言いやすいってことね。3文字目がちゃんってことか、へえ。そういうことね。目がかゆすぎてやばい。うん、チームコイン入った。え、カキピーとかコールしにくくね、めっちゃくちゃしやすいん。でも案外みんなに出会ってないかも、1年前とか。1年前から出会ってたのはオーディションの人とかかな、配信だけで言ったら。じゃない、オーディションから見てくれてた人とか。いや、それな、普通さ、オーディションでのフォロー外すぐらいやったら、ちょっと芋推しなのも不思議なぐらいやけど、どうなんやろ、推しではないか。聞こえてるか変になる。ここ見えやすい。か、誰々ちゃんがいいってことね。カーキピー、カーキピー、やばいやばいやばい、笑ってまう、そんなどんな曲でも笑ってまう。目をかっこ。でもな、昨日の夜にマジでかゆすぎて、かゆすぎて、なんか頑張ってさ、もうなんかかゆーと思って頑張ってなんか我慢してたんですけど、もう我慢できなくて下まぶたをいっぱい描いちゃったらまつげが抜けちゃいました。だからここまつげ抜けた。寝不足なんだったら早く寝てね、おやすみ。決勝戦やったんや、確かに似てるってよく言われるからな。確かに試してみる一回。じゃあ今日はカキピーコールでお願いしますみたいな、じゃあ明日はカキレナでみたいな。いや、カキレナじゃないわ。まずカキレナにコールなかった。確かにね。だってオーディションってさ、受かってるかさ、受かってないかわからんもんね、賞味。それはそうかも。柿の方が好き、野菜の、あ、野菜じゃない、あの果物の。海鮮の柿はまで漢字が違うから食べますが、
けど生はもう食べれなくなっちゃったから、1回目生ものに当たってるので、牡蠣に当たったことはないんですが、超絶可愛い牡蠣ピーとかも超絶可愛くないでしょ、名前からして。それおもろカキ食べてない。フルーツも海も、海のカキもフルーツのカキも食べてないわ。今なんだ季節秋なんだね。フルーツの柿の方が好き。スーパー行ってない。スーパー行ったら売ってるかな。柿食べたいな。けど自分で剥かなダメじゃないですか。ちょっとめんどくさい。ぶどうとかマスカットとかならいいけど、洗うだけうわ、名前めっちゃなんて読むんって言われる記憶がよくあった。今でも、今はあんまいないかな。え、マジ？牡蠣食べた。エレナもさ、兵庫におったらさ、多分この季節ずっとさ、牡蠣食べてる気がする。スーパーに買い物行ったら絶対に買ってたもん、フルーツ。そう、巻き込んにはカキフライ食べてた。カキだから、レナが、レナと行ったから食べてたって言ったら笑ってましたねえ。家で育てたことないね、レアってよく言われる。いや、そっか、オーディションで言ってたわ。そうや、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 オーディションで言ってたわ。綺麗なだるだる。いいなぁ、庭にカキの木とかある、いいなぁ、あるの、いいなぁ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 。今日の声なんか気がついたら終わってました。気がついたらね、終わってた。でかなんか背景汚すぎて無理。なんか統一感全然なくない？カーテンも違えばさ、ここも違うし、なんかちょっと見えとんのもちょっとなんか嫌やしさ。ブータルもいいとしてね。呼ばない？全然もう見えへん、コメントね。カーテン気になるよな。それ私も気になるんですけどね、仕方ないんですよ、なんかなんか仕方なくて、はい、すいませんマジめっちゃおもろくない？カーテン全然突っ込まれへんよな、でも毎回だってさ、毎回突っ込まれてもいいぐらいおもろいやん。普通カーテン2色使いの人ってあんまおらんやんめっちゃおもろいねんけど、今思ったら。なんか誰にも突っ込まれへんのおもろ、誰も突っ込んでこへんよな。確かにっていうことはあんまり分からん、あんま分からんか、あ、気にならんか、あんまり、あー慣れてた。気にしたらなあ、そういうことは変だと思ってた
そうそう、別に買いに行くものではないし、そう別にね、そうなんですよ。まあなんかなんでなのって言われても答えるあれはないんですけど気になるよね 100% 見てる側からしたら。気にならんかあんまり。確かに触れない方がいいって全然触れないで方がいいんですけど二色使いなのでね、優しい、触れないようにしとんや。顔面集中ですか。柄が違うんじゃなくてね。はいはいはい、何が気にならんか。定型文にやろっかな。フィギュアは換気扇の上に置きました。置いたのだが、まあでも置いてから別に料理してないし、油使う料理してないし、ホコリってたまるのかな。まあでもたまにさ、フィギュア下ろして掃除すればいいかなって思って、なんか換気扇のちょっとデコボコってしてる、この出てるところに置いてる。みんなにも見せたいんですけど、アクスタは電子レンジの上に置いてる。二刀流、二刀流なんですよ。楽しめるやん、なんかあのデザインをね。そう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 、そうですよ、そういうことです。そう、洒落てるでしょプレゼントカーテンいらんなうんうんうん、え、換気扇の上ですよ。換気扇の上、換気扇、あれって換気扇でしょ。羽、え、なんかあのさ、あるやん、ライトとか、ライトっていうか、あの料理するときにポチって押すボタンがついてるさ。羽はついてないですね。なんか強とか弱とかあるやつ、あれは換気扇じゃないのかな。掃除してくれる、お母さん来たら掃除機とかかけてくれるかけてるけどね、自分でも。けどかけてくれるな、換気扇か。いやいや、カーテンいらないですよ、足りてるんで二色使いでね、足りてるんですよやめて、もうなんか足りてないからさ、なんか使ってるみたいな感じ、もしかしてなんかおもろいな、そうなっとった、やばい、59分やん え、ガチレの掃除めっちゃするね、マジ。夜の夜とかもう朝まで掃除してる時ある透明のあのビニールの手袋とかマジで一夜で8枚ぐらい使い切る8ペアぐらい1メートルずつ。やめてやめて、カーテン取れてるでやばいやばいやばい、おやすみ、また明日ね。チェキやります、チェキ。えってか誰かさん、あ、ごめん、何もない、ちょっと今言うのやめとくわ気になるやつ、みんながレナと許せねー、許せねーなバイバイ、おやすみおやすみなさい、また明日ね、バイバイ、さいなら、また会おうぜ、バイ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 。